ワイリンガルさんかわいい、ありがとう。オロチさんハートありがとう。そっか、ヤクルルン忘れとった。オロチさんハートありがとう。ヤスメさん結婚してありがとう。やだけど考えとくね。福士ちゃんさん連盟したありがとう。柏木まさきさん水着を着たくまさんタワーありがとう。柏木まさきさんくまさんタワーありがとう。嬉しい、ありがたわ。またお礼します。あ、ツアーも来てくれてありがとう。水着さんじゃない、水着くまさんタワーありがとう。水分はね取ってる、でもお茶しか取ってない。タリンさん泡ありがとう。こんばんは。あ、昨日は配信見えなくてごめんね。岡山最高だった、感動ありがとう。あ、こちらこそありがとう、見に来てくれてありがとう。カムカムさん涼しいありがとう。メルナイス気になってる？いや、みんな知らない？ムースアイス。ん？この目で見ていただけることができて嬉しかった。ありがとう、見に来てくれて。またぜひ来てね。待っている。オロチさん結婚してありがとう。やだから考えとくね。お茶より水がいいらしい。え、そうよね、やっぱり。やっぱそうよね。慎吾さん涼しいありがとう。あ、ないと思ったけど食べてた給食で。え、だよね、食べてたよね。でもさ、調べたらさ、なんか九州の人って書いてあって、九州の給食で出るって書いてあって、あれ私中国地方なんだけど。どういうことなんだ、九州。あ、去年おじさまが食べてたから食べた。あ、それなら納得じゃない。だってみほりんさん福岡じゃけ、九州じゃろ。え、九州の給食で出るって書いてあったけ。あれ、くるくる、なんで。え、そう、溶けないアイス、そう、溶けないアイス、ジェネギア。ソフト麺なかった？そんなことある？ソフト麺なかったもん。夏の近道、いい曲ね、いい曲だよね。ジュニア、うん、倉敷美観地区に、あるいは倉敷のタワレコにも行って直筆コメントを見てきた。お、いいですね。そう、タワレコさんで、あるいは倉敷のタワレコさんで、なんていうんだっけ、あれ、な、紙になんか自己紹介みたいなの書かせていただいたので、ぜひ皆さん見に行ってみてください。溶けにくいアイス。給食は冷凍みかんが好きだった。え、ジェリギアじゃない。え、くるくるもうあったよ、多分美味しかった、好きだった。
小学生の頃メロンの形の容器に入ったメロンアイス、あ、それは私も食べてた記憶ある。あるある、いい場所に設置されてた。そうなんですよ、嬉しいことに。見に行ってみてね。あ、くるくるの字好き、嬉しい。でもくるくるは自分の字が好きじゃないから、そう言ってもらって嬉しい。なんか大人っぽくなりたくて、字が大人の字になりたいんだけど、ちょっと超子供っぽい。あおさん、あわ、ありがとう。え、そう、下北 FM さんにも出演させていただくんですけど、くるくる知らなくて、ちょっとまだよく分かってないので、あの、聞いておきます。 みんなのハッシュタグくるしまくるでした。あおさん、あわ、たくさんありがとう。あ、久しぶりにルーム来たんだけど綺麗になった、嬉しい。綺麗、大人っぽくなったってことじゃろ。バランスよく読みやすい字してる。あ、でも今日も学校の先生に、なんか、あの、全然担当じゃない学校の先生に、あの、担当じゃ、あの、担任とかじゃない、関わってない、授業も受けたことない先生に、めっちゃ読みやすい字やんって急に言われた。あ、ありがとうございます。みたいな。めっちゃ読みやすい字やんって。あ、女の子の字って感じ、確かに。女の子っぽいかも。あさって7月13日木曜日19時から下北 FM のアシスタント MC よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとやばい、な、初めてのことあるとすごい不安なんですね、くるくる。不安なのでしっかり予習していきます。ちょっとね、詳しく聞いておいて。竹まつりさん、ペンギン、ありがとう。あ、そう、生電話もあるんだよね。生電話。下北 FM さんは、あさってですね。あさって。確かに。あずみんに聞いてみよう。ショールーム YouTube で見れる。え、そうよね。私一回さやかりんさんの見たことあって。さやかりんさんの。クルフォントが1万円で発売しよう。3万円かな、クルフォント。3万円かな。伝えて壁ってじゃんけんぽん最弱を決定戦面白かった？お、嬉しい。ちょっと、難しいね。叩いて壁ってじゃんけんぽんね。そう、初めてのことって不安そうなの。なんかさ、すごい緊張する。初めてとかだと緊張する。クラコンもそうだった。まだやったことないことってなったらね。さくりさんに相談する？相談しちゃおうかな。サクリーさん、やばい、楽しむ、楽しんだ方がいいよね。下北 FM さん、下北。でもそう、あずみんがね出演してて、あの、前回、前々回ぐらいか、前々回ぐらいにいいなって思ってたので出れて嬉しいです。いいなとか言って、あ、あずみ下北 FM 出るんだ、あ、いいな、くるくるも出たいなって思ってたので嬉しいです。中村さん、フラミンゴタワーと水着のくまさんタワー、ありがとう。びっくり、急にボンボンって
中森さんありがとう。とはちょっとコメントあった。一日遅れてごめん、岡山頑張ったね、最高だったよ。あ、ありがとう、こちらこそ。見に来てくれて、おとつい日曜日、日曜日ありがとう、楽しかったよ、またお礼します、ありがとう。中村さんありがとう、ありがとう。歌唱力もそうだったね、私も一番だよね、そう、生でもある、ある、そうそうそう、だからね、確かにね、いつかはね、その下北沢に行って直接ね出演したい。え、下北ってさ、もうすごい、なんかさ、下北ってさ、あのおしゃれな街でしょ、くるくるのイメージ、下北っておしゃれな街でしょ、下北沢合ってる、おしゃれな街ってイメージ、古着のイメージ、下北はかなりの確率でメール読まれるので送るしか、あ、そうなんだ、皆さんぜひ、メールもあるのか、下北、え、待って、どこに出てる、どこに出てるんだろう、下北 FM さんメールもあるらしいのでぜひ送ってください。ちょっとメールとツイッターでまたあの告知するんですけど、ちょっと確認をちょっとしてきますオノピーさん、水鉄砲と涼しい、ありがとう。あずみ、なんか結婚してやってたくない、あずみ結婚して、今日も遊びに来ました、ありがとう、嬉しい、来て、関ヶ原行く、あ、今回は絵文字でわかる、え、そう、え、関ヶ原来てほしい、関ヶ原フェス、関ヶ原歌姫合戦見に来てほしい、え、見に来てほしい、まあでも、もうでもチケットもう売ってないのか、東京では田舎、え、そうなの、下北、そうなの、カレーの街初めて聞いたかも、カレーの街なの、あ、劇場とかライブハウスが、あー確かにぽいかも、サブからの街、確かに確かに確かに、メールも放送中にリアルタイムで読んでくれ、なるほどね、結構下北の広島風、え、下北沢広島方向の三宅さん多いの、自宅からのオンライン多分そうな気がする、ミルマさんペンギンありがとう、あ、岡山見に行ってました、ありがとう、ありがとう、嬉しい、月柄チケット購入済み、天才です、もうちょっとねクックなことがあるのでちょっと来てほしい、クックっていう感じの、お、シミクツ FM のメールアドレス書いてある DJ とも@下北 FM.com です。生電話はチケット制なんだ、ぜひ電話しましょう、くるくると、電話って新しくない、だってさ、お話し会とかならさ、こう まあ、いつもような感じだけどさ、電話ってなるとさ、確かにいいかも、初めて電話しようよあ、クルクルさん、ヤッホーヤッホー、ありがとう、来てくれて、留守電クルちゃんが寂しがるので、ぜひ出て、そうだね、クルちゃん寂しがっちゃうかも、留守電だと、あ、また留守電だ、
無線だ。あ、クラカミタ、ありがとう。関ヶ原どこにあるかわかんない。え、どこだっけ。え、桃、桃みたいな。山さんハートありがとう。山、あ、岡山か。え、次あっとる、桃じゃん、岡山じゃん、あっとるあっとる、桃ですね。山さんハートたくさんありがとう。あ、ちなみに課金して、あ、なるほどなるほど、無理はせず、あ、無理はせず。留守電にメッセージ録音したことない。え、メッセージ録音ってなったらさ、噛んだらさ終わりじゃん。噛んだら噛んだ分入るよね、そのまま。どうしよう、一回でうまく喋らんといけ。かんちゃんさんハートありがとう。え、関ヶ原って岐阜県、あれ同じの辺、同じの辺、同じの辺、同じの辺。1500。山んじさんカニありがとう。かんちゃんさんハートありがとう。もっくんレイモンスターありがとう。1500本能寺で起こった悲劇、小田さんが家臣の明智にしばかれる話。どうしてどうしてどうして小田はしばかれたんかいね。どうして小田はしばかれたん。え、関ヶ原の戦い、間違えた、関ヶ原の合戦のやっぱ楽しみだな。あの、去年出れなかった分頑張ろうというふうに。留守電と間違えてひたすらファックスに喋ってたかな。え、くるくるもそうなりそうなんだけど。まさかずさん、レオンスターありがとう。なんか最近めっちゃなんかさ、なんかすごいあれをなんか陰謀みたいな、陰謀論みたいな聞くんだけど、なんか実は今は2023年じゃなくて1700何年みたいな話をめっちゃ聞くんじゃけど、空白の200年ぐらいみたいな。昔の人が歴史を改ざんしたみたいだから、なんとかなんとかなんとかのなんののすのすののすなんとかダムスみたいな。なんだっけ。なんとかダムスみたいな。関ヶ原時間出てた、3時ぐらい4時の間だった気がする。その長くないんだけど、その3時4時の間の時間らへん。お嬢さん、お嬢さんハートありがとう。サルカニ合戦みたいな感じする。確かにサルカニ合戦。元気なし店長さんに見ました、ありがとう。あ、3時45分頃、元気なし店長さん、あわありがとう。あ、ペンディングトレインいいね、面白かったよね、ペンディングトレイン。トゥトゥルルトゥー、あ、TikTok 撮りすぎ、あ。大丈夫、
痛みにとっても弱いから大丈夫、憧れは時に憧れのまま愛情く、それとたまにきつめのネガティブ、それで友達さん泡と水鉄砲ありがとう。なんとかなんとか分かりやすい俺が使うからでしょ、そうなんとかなんとかっていうやつって言うよね、役名前出てこなかったら。何これムニエルさん、これなんだこれ、泡あちちちサメ、サメかなこれ、サメサメサメありがとう。あサメか、バルシャークをさせるためにわざと、バルシャーク、バルシャークってサメか。うどんのうどんつゆが濃いのと薄いのの境目が関ヶ原あたり、えそんなのあるんだ、えそのなんか境目で食べたいな、どっちのうどんが好みかみたいな最近やばいの、もうやばいぐらいうどん食べてて、ちょっと怖いぐらい食べてて、2日連続昼夜とか食べてるうどん。とんちゃんさん水鉄砲ありがとう。2.5 期スレッズやらないんじゃない、わかんない、でも作られてないってことは多分ないんだと思う。え屋外ステージよね、暑さ気をつけて楽しむ、え屋外ステージ超楽しみなんだけど、だってさフェスやん、もうなんか野外フェスみたいな感じ、くるくる野外フェス行きたいと思って今はすっごい野外フェスに行きたいと思ってて、バックナンバーさんの、でも行きたい行きたい行きたい、でも行けないみたいな気持ちだから、逆にくるくるが野外で頑張ってきますみたいなえノストラダムスの予言、1999年の7月に人類が滅亡する、えじゃけそのなんか空白の200年ぐらいがあるけ、実際まだ1999年起きてないから人類が滅亡するのはこれからだみたいな見た。まあ信じるか信じないか自分次第だけどオープニングアクトの動画にハマってしまい、岡山行ったらさらにくるくるがお気に入りになりました、え嬉しい、ありがとう、もっとお気に入り町屋さんサメありがとう。サメがパンダ食べてるギフト怖いね、サメ。苦しまきゃうどんのつゆ、え濃い方な気がする。お岡山の宣伝動画の時くるちゃんスカート履いてたの珍しいと思った、え確かに珍しいかも、キャワーウィーでしょ、あれ実はあれなんですね、あれさあれ、えフジロック、えそうフジロック、そうフジロックとか行きたいの、カップ丼どん兵衛とか東日本と西日本で出汁の味が違うんだ、え広島ってどっち、西日本か、じゃあ自分私が食べてるのは西日本のやつか。一日でうどん7玉食べた、えめっちゃ食べるやん、クルクルも食べる、食べるかも。おじゃまるさんペンライトありがとう。いつか滅亡するも確かにそれはそうね、それはそう、えアイダさん岡山から来てたね、ね、ツイッターを見た、アイダさんあやぴょんと共演してらっしゃる、あやぴょん話できなかった、すればよかった、野外フェス行きますね、ここえいいな連れてってみたいな感じ、連れてってくるくるも行きたい、あとミスチルさんのフェスに行きたい、くるくる、トイさん結婚してありがとう、夜だけど考えとくね、くるくるロックの人どうなの、ロックくるくるロックロックだぜ、夏でも肉うどん食べる、全然食べる、まさかサヤさんのめんつゆ緑茶で割ると美味しい、え初めて聞いた、アイデさん映画詳しいの、じゃあ話合うかもしれない、
お話しした。え、くるくるさ、今月入ってまだ1回目が見れてないからさ、見に行きたいの。田村さんかわいい、ありがとう。え、この前キングヌーに行ってきて最高。え、最高じゃん、最高じゃん、キングヌーさん。え、絶対やばい、キングヌーさん。あ、関ヶ原のチケット残ってたから今取ってきた、ありがとう。残ってるのか、ぜひ来てほしい。あ、一軒あたりの玉数を少なくしてたくさんの店に行く、あ、ありありだ。すみません、お疲れ、ありがとう、ありがとう。トイさんハート、ありがとう。ミシルさんチケット取れないよね。そうだよね、ミシルなら俺が歌う聞かせて行けないから聞かせて。そう、サンワイシュかわいい、大きめのリボン、大きめのリボン似合う、嬉しい。なんかメロンソーダみたいな感じで美味しそうだよね、今回あのツアーの衣装。モンブラン、モンブランさん、あわ、ありがとう。うん、当日券もある、関ヶ原待っています。あ、追いついた、コメント。大丈夫、バックナンバーさん歌う、え、歌ってほしい、バックナンバー、バックナンバーさん。もっともっと私を知ってほしいんだって、できた奥の奥まで見せてあげる、それで。くるくるね、映画の話なんだけど、くるくる大体人が好きだから人の映画を見に行く、そのアニメ系はあんまり見に行かないんだけど、こうめっちゃ久しぶりにくるくる興味持ったアニメ系、ディズニーの作品があった。火とかみたいなやつ、火みたいな。ちょっと題名忘れちゃった。サマーマスターさん、野外ライブのイメージあるかも。あなたにあげたいメロンジュース。あ、関ヶ原はステージいくつかある。いくつかある。山んじさん、ペンギン、ありがとう。今年もアップバンク、夢が当たってる、これってアップバンク、え、いいな、撮ってて撮ってて。山さんかわいい、ハートありがとう。山んじさん、レモンスターありがとう。関ヶ原来たけど日焼けが嫌だ、え、それはわかる、嘘でもそれはわかる、めっちゃ日焼けね。しかもくるくる日焼け止めあんま好きじゃないから、でも塗らないとだよね、さすがに出るとき、出る出る出るんだな。あと今 TVer でさ、え、マイエレメント、それ、え、多分それそれ、多分それ、TVer のあの過去のドラマ見るのハマってるんだけど、砂の塔やってて、うわ懐かしいって思って砂の塔今見てる。ここに住めばどんな願いも叶うと言われる愛の城。ともちさん、ハートありがとう。マイエレメント見たい。早く寝なさいとママの爪が光る。あなたは今どこにいて私を見ているの。これはザ・イエローモンキーさん。くるくる当落運ないからな、落選しかしたことないね。あんなに大園桃子さんのこと愛していたのに、スズ子も当たらなかった
菅野美穂さん、そう、知りすぎた隣人、そうよ。あのママ友同士ならそうですね、怖いね。タワマン、うちは何階に住んでいるわ、低層階のあなたは私より下だわみたいな、怖い。うちは上層階、最上階に住んでいるのよ、おほほほみたいな。それはおしの子のね、1話だけ見た。イエモンさんは砂の塔で主題歌聞いてちょっと聞くような、聞きます。福ちゃんさんファイト、ありがとう。確かに SC で合格したからね、そこでね、まあ運じゃないか、運じゃないか、運使ったっつ運ではないかね。確かに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 、運気上昇中。いや、タワマンがもうそんな世界とは限らない。そのドラマの中ね。ドラマの中、その全部のタワマンに住んでる人がそんなっていうわけじゃないと。あ、あいみょんさん聞く。聞く。湘南の風聞く。ちょっとあの、あれわかんないんだけど、歌詞が。たまに、あの、有名な曲知ってる。あ、一人芝居前、本当。ああ、タワマン最上階ちょっと酸素ついて、本当ですか。本当なんじゃない、クルクも行ってみたいな。あ、生き物係さんめっちゃ聞く。ありがとうって伝えたくて。最近はクルクルの声落選しまくり。え、そうよね、クルクルがちょっと運勢分けるね。君はロックなんか聞かないと思う。え、クルクル今ハマってるのは愛子さん、愛子さんのモット、僕の前から消えた。推しの子1話だけ見て次は見ようと思わなかった。そうだね、クルクルやっぱ人が好きだなって思ったかも。スケモンさんバラありがとう。タワマン最上階エレベーター止まったら死ぬ、怖い。7月から始まった新ドラマ、なんかエレベーターが急に上からファーッと落ちて女性が死んじゃう。くるくるタワマン最上階住みたい、そ普通どこでもいい、住めたら。くるくる登録運ないのに運分ける、確かに運ないのに分けるとかやばいよね。もうくるくるもう運どん底になるわ、これ以上分けたら。最近誰聞くだろう。でも小田急のさんも聞くし。私バンド結構好きかも。まあ、そうだもんね。バックナンバーさんとかもそうか。だからそうだよ。タワマン最初から夏でも虫がいない、確かにそうなりそうだよね。だってそこまで虫いけないもんね、上まで。お、クルネさん、おか、間違えた、香川と神戸と山口の子当たるようにパワーパワーあ、ピーマン体操、
ピーマン食べたらスーパーマンみたいなやつ、ピーマン大好きみたいなやつ、クルクルの歌声、あ、間違った、鼻歌キッズで幸せな気分になる、お、嬉しい、鼻歌で、ブラスバンドやってました、え、すごい、あ、違う、あれ山地さん涼しい、ありがとう、大塚愛さんの金魚花火、え、知らない、聞いてみる、クルクルに合いそう、嬉しい、そう、合いそうとかなんか嬉しい、ちょっと聞いてみる、赤色サンタさんかわいい、ありがとう、当たらないときは運を貯めてる、当たるときは今は当たるターンとポジティブ思考、確かにポジティブ思考大事大事大事、ピーマンは普通食べれないわけではないけど、好んでは食べないって感じ、少し背の高い、肩の周りがふわふわしてるのに、そう、くるくるは骨格的に肩幅が狭いので、こう、ここがふわふわした服、そしてここが空いてる服を着た方がスタイルがよく見えるんですね。ここ首が詰まってる服を着るとくるくるスタイルが悪く見えちゃうんですね、こう骨格的にだからこう最近こういうのが多いんですね。そうなんですね、肩幅を広く見せる努力というか、松坂さん見ました、ありがとう、岡山公園って安住なんか言ってないと思う、え、分かんない、言ってない、あ、藤原さくらさん、スープいいよね、待って、お、曲が出てこない、スープ聞こえてこない、ケイトさん水風船ありがとう、あ、メモメモそう、急に早口、そう、早口ちょっと、そう、あ、ちょっと待って、みんなが参考にしますとか言って、いいのにおしりさんかわいい、ありがとう、服はね、でも結構気にしないとね、本当に似合う似合わないあるから、骨格で損しちゃう、その似合わない服を着るだけで損しちゃうから、結構ね、見た方がいい気がする、でも肩幅狭いので超コンプレックス、岡山公園がおすすめなのは、え、理由はないでも広島公演前の最後の公演だから、で7人出るのも最後だから、その公演がやっぱ見に来てほしいかな、クレンパさん涼しい、ありがとう、あ、美和さんの曲、アクターズの時美和さんの曲愛そうって言われて歌ってた、あとダンスの先生に愛さんの曲が合うって言われた、ボイシュクルクル見たい、確かにボイシュ
ボーイシュクルクルになっちゃうかな。ヤンキチさん、水鉄砲ありがとう。クルクルのボタンの英語ね、ピオニー。ヤンキチさん、水風船ありがとう。ブーちゃんハートありがとう。あ、ジャージのクルクルも好き嬉しい。どれで最近ふわふわクルクルが多い。そうなの、ちょっとふわふわ意識山口はいつも岡山って間違う。もうね、岡山がね頭にきつきすぎてね、ちょっと山口って岡山って言っちゃう。ちょっと一旦岡山忘れようかな。推しの誇り？そうやってくれて嬉しい。おしりさん尊い、ありがとう。竹原ピストル夜底の明けの、あ、奥花子さんのイメージあります？か探していた。おじいさんハートありがとう。あの日だけ。中島美希さん、縦の糸はあなた、横の糸は私。岡山で一番取れるブドウは、間違えた、ブドウ、果物はブドウ、ブドウ。ヤマジンさん水風船ありがとう。おしりさんハートありがとう。俺の言うこと聞いてくれ、帰り道ふざけて歩いた、わけもなく君を怒らせた。ヨーピーさん涼しい、ありがとう。館長さんバラありがとう。小沢桃子さんも奥花子さんのイメージあるから、くるくる小沢桃子さんで勝つ。あ、そういうことでもくるくるが、あ、待って、ミラーボール、待って、くるくるが歌唱力の予選で変わらないものを歌ったのは大園桃子さんが歌ってたからなので、で一回選んだ曲はもう次歌えないので、もうないですねクリンパさんミラーボールありがとう。いろんな君の、あ、中島みゆきさんか。ミキさんってなんだっけ。トマチさんペンライトありがとう。それではスクッシュタイム。あ、ファイト戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろうか。ヤマジーさんパチパチありがとう。カタフ、トモチさんミラーボールありがとう。苦しまじゃの武将、ファイトはね、学校の先生がなんか弾き語りで歌って、それを YouTube に上げてて、それをなんかみんなが見つけて、うわってなって、ヤマジンさんクマありがとう。それでは壇上見ます。
すごい先生、そうそうなのよ、面白い弾き語りで歌ってた、しかも顔出して顔出して歌ってるから、何時見ます。13位ケイタさん、ありがとう。12位つのもやさん、ありがとう。11位ふくちゃんさん、ありがとう。10位やまさん、ありがとう。9位オロチさん、ありがとう。8位竹まつるさん、ありがとう。7位やまんじさん、ありがとう。6位ムリエルさん、ありがとう。5位あおさん、ありがとう。4位やまじんさん、ありがとう。3位まっちゃんさん、ありがとう。2位柏木まずきさん、ありがとう。あ、柏木まさきさん、くまさん水着タワーも、なんかちょっとくまさん水着タワーはちょっと違う、水着着ているくまさんタワーもありがとう。柏木まさきさん、ありがとう。あ、顔ちょっと、あ、顔ちょっと。13位福ちゃんさん、ありがとう。12位山さん、ありがとう。11位オロチさん、ありがとう。10位ともちさん、ありがとう。9位クリンパさん、ありがとう。8位竹もつるさん、ありがとう。7位山んじさん、ありがとう。6位ムニエルさん、ありがとう。5位あおさん、ありがとう。4位まっちゃんさん、ありがとう。3位やまじんさん、ありがとう。2位かしげまさきさん、ありがとう。そして1位はドゥルル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 ルパーン、中村さん、ありがとう。中村さん、ありがとう。フラミンゴタワーとくまさんタワーもありがとう、ありがとうございます。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。あさっては FM 下北 FM があります。ちょっと明日に多分告知出せると思うので待っていてください。そしてメールと生電話もお待ちしております。それではおやすみ。青さんハート、ありがとう。